すいません。太平洋さん、今日もありがとうございます。なぜ宿題を持って先生に答えるのか、なぜ宿題を持って先生に答えるのを忘れたのかと先生に尋ねられたとき、あなたは今までに何切れのパンを食べたか覚えていますか？先生はしばらく考えて覚えていないと言って沈黙で言ったが、彼は私が今猿であることを知っていて宿題を追加した。ちょっと待って、どういうことですか？どういうことですか？あ、ジョジョネタなのか。今真剣に考えてました、これ。どういうことなんだろうと思って。真剣に考えちゃってました、今。これはな、謎と思って。すごい真剣に考えてました。